了我们又再一次的回来到这游戏。虽然我们破完了，但是一些支线任务呢，原来每一个支线任务到后期的时候有一些隐藏的这些画面这样子啦。那我在这里我稍微破了大概两个小时，然后稍微剪出来了一些精华，那有一些部分是交代一些事情的。嗯，你们有兴趣想看的话，好了，我们这一期现在就开始。拜伦的之弦。哦，クライブ。哦，是啥小子？クライブ。待って、ラザフォードから知らせがあった。いえ、お気になさらず。奴の報告を聞くに、わし。おじさんが危惧することは。未曾有の大混乱。明日にでも民のたがが民誰しもが理性を失った獣になるのだ。それだけは。何としてでも、はい、そう思います。大きな問題となっているのは兵士の、そしてそれによる民の、多くの民は為政者を失い、民が立ち上がり自治を行っている国や軍に頼れぬ今、わしらが動く、誰かが道を作ってやらんとな。おじさん、問題の一つ、兵士の暴走について真っ先に手を打つ必要。そのため知人であるハベルに、確か共和国の軍人でしたね。巨大なダルメキア軍の参謀を務めるほどの男よ。だが、やつは条件ですか。ああ、滞在人シドとの面会ようなは、故に一度直接会って。ここ有剧情的阿丸之仙。怎么啦？トルガル、カローンが心配してたぞ。何を見ているんだ。ん？そういえばこの足の飾りはいつから？シドがつけたんだよ。初めて隠れ家に連れ帰った時にね。シドが、この子が来たばかりの頃は自分の前足を噛む癖があった。見かねたシドがそいつを無理やりはめたのさ。ん？トルガル、語り部によれば、マロってのは一度主を定めるとそばを離れたがらないもの。あんたと離れてしまったことに心が耐えきれなく、外してほしけりゃてめえで探し物を見つけてみろってまさか本当に見つけてくるとは。そうだったのか、すまなかったな。よし、そいつを外してやろう。拔下来吧，来吧。嘿，祝你，喂，我帮你耶，你。什么事啊？存外気に入ってるみたいだ。不要拔出来。そうか、これはお前にとってシドの形見でも。然后，我任务是什么？外へ行きたいのか。喂喂，这么突然间亮起来，又按回去。やっぱりどこかに行きたがってたんだね。私。俺なんかよりずっとトルガルを分かってる。そりゃそうだろう。この隠れ家で一番面倒見。カロ、ありこの子はおしゃべりじゃないから気が楽。あ、大家去哪里？直線帶狗狗去逛。遛狗啊，这直线。哎，跑来这里干嘛？啊？それでトルガル。困ったな。それじゃわからないよ。トルガルの行きたいところ。お？お前が裏デッキで見てたのはロザリアの方角だったな。哦，他要回去。那回去他那个地方啊，干嘛呢？有什么？そうだ。いさ。俺たちの秘密の場所、ロザリス城が見えるあの離れ小島に。よし、決まりだ。ならまずはポートイゾルデに向かおう。近くの桟橋で船を借りなければ。うん、うん、さて、この小舟をトルガル、島に渡るぞ。昔は抱えて乗れたが、今のお前じゃ船がひっくり返りそうだ。船都要反。喂、冗談だよ。あの頃の、哦，哇，他故意做一个岛给这个支线。マカ、秘密の場所があるのは島の中央だ。秘密场所。嗯，之前那边この道をお前とよく競争したな。哦，哇，可以吗？这支线。Thank you.
鳥の巣か。鳥巢。ここは俺たちの秘密の場所だったな。上面什么？哦，你太大只了，他这个。找到什么？嗯，这里封起来的。ここにいる間だけは解放されたよ。立場、力、責任、ただの子供でいられた。あんな姿を見せていたのはお前だけだ。トルガル、有刀耶。もしかして城から？フェニックスゲートも。これをお前だけで。收集来干嘛？要跟他玩吗？それは俺の。这个小时候。まさか。拍完的时候练，就是拍完 demo 的时候练。ずっと探してくれてたのか、俺を。ありがとう、トルガル。就是他不见了这几年，他一直在这里等他是吗？忘れずにいてくれて。ありがとう。こいつはもっと行こう。思い出を忘れないように。这是放他房间吗？挂在墙壁，写一个成就这样子。OK 啊，这支线，这个支线呢，至少有一点东西看呢。要不然呢，其他的，这么什么送餐啊，找怪啊，哎，还有喂。この先からロザリス城が見えたはず。トルガル、お前は俺たちの思い出を守ったから、今度は俺がお前の、いや、みんなのこれからを守る番だ。さあ、帰ろう。俺たちの家に。那那那个木剑，哇，还有一个装备加狗狗伤害。谁？这个人啊？不是这个人咩？灰色头发的。わしがダルベキア軍の参謀ハベルト。二人とも下がって。让我来。貴様は。あ、俺が相手を。しゅ。ふん。一人増えたぜ。这里是打打的。打打的。話を聞き、馳せ参じました。どうかハベルキ、大混乱を避けるため。その前に、回答一個問題。滞在人シド、貴様は今起きているこの混乱を生み出した原因の私がやったことはですが、こうも思っています。并没有做错任何事。決して待つ週末に向かって進む世界を。这是最正确的事情。世界を人が人として生きていける世界を作るため。又是这句话。たとえそれが腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの毫無遏制。今しばらくは分かった。アカシアどもの大使それか。決まった決まった決まった。没什么了。这里这个支线感觉还好耶。还没结束耶，要来另外一个地方。有这个人。簡単なんだくらい。わざわざここに来たってことは。我还有剧情哦。他的后面每一个支线都有剧情的。先にあの街道を平定せねば。ランデラにしょ。お前こそ何度言えばわかる。
哎，两个人加起来四百多岁了，还在那边吵吵吵吵吵。ランデラへの輸送も後回しという。それでは困ると言っておろうが。わしの直下の大隊を風の大陸治安維持の中間。腹が減っては奴らも動けん。それくらいわかるだろう。これから手を組もうってのに、早速喧嘩とは。街道がダメ。バイロン卿、商船は余ってるんだろう。ランデラには食料を詰め込んで向かって、ここに来る途中でラザフォードから話を聞き、あんたら昔からの知り合いなんだ。確かに随分仲がいい。誰がこいつと。その根は不死者か。クライブ、本当にこいつに民を任せ。やはり、おい、わしの子。こら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 。では改めて、我々がやることは国を起こすことでも、ただこの地を平定し、この地に生きる。そのために軍はハベル、物流はわし、民は簡単が、それぞれ寸。万事がうまくはいかぬことなど百も承知だが、誰かが通れば人が続く。すべてはこの世界とわしの老いクライブ・ロズフィールドのため。クライブが人が人として生き。おじさん。それでは我らの決意。我々はそれぞれロザリア。いにしえに習って我らの絆を。三国同盟吧。三国志吧不如。哎，一个支线是他弟弟哦，这种支线都要接了。兄さん。其他接了这么惨。どうしたんだ。実はシリルから知らせがあってね。父上の遺言書が見つかったそうなんだ。パパの遺書。そんなものをどこで。お？ロザリス城だよ。ここ最近、俗領総督府、そして地下墓地に隠されて。地下墓地。風呂と戦ったあの場。このことで僕たちに伝えたいことがあるみたいだ。オッケーオッケーオッケー、レッツゴー。シド、なんだ。もう、ミド先生のことで相談があるの。ミド先生、这个女孩、少し前から様子が。なんだかずっと考え事し。上の空。そう、上。少し前。ほら、ミド先生の大事な。ドレイクスパインから戻った時。大事な船、壊れちゃったの。ミド先生にはいつもみたいに面白。ねえシド、先生のところに。是老师来吗？わかった。ミド、少し話。ああ、なるほど。こうすればよかったのだとしたら、ミスリル機関を改良。もしかしてお前、隠れ家に戻ってからずっと船の改良。又改良又改良。当たり前だろ。又要找素材给他了，感觉应该没有什么的吧。そこまで没頭するのは相当。エンタープライズは。これまでにない高速船。もし飛空艇みたいに飛べたなら、ドレイクスパインでも今は船を飛ばす魔法なんてないし。でもこの設計がうまくいけば、幼い時からまず私が財務。そう。找东西。知道知道知道找东西。よし。为什么这个用没有支线的？哟，然后破他的支线呢？其他这些什么坐船啊，什么找书啊，我搞。ディオン・ルサージの名が書かれていた。ああ。オーデス。わしはかつて隠れ家に来るずっと前のこと。歴史学者として一時ザンブルクの宮廷に身を。その間、殿下に学問を、歴史に基づく宗教、商業。しかし、殿下が清流騎士団を率いられるようになると、ここでお見かけしたときは驚いたよ。声はかけたのか。いや、殿下を相手にするときは、いつも追い詰めたあの方は。確かに彼は、だが。あの時、わしはディオン殿下にもかかわらず、きっとあの方は、わしが、殿下を引き起こした原因の一端。ハレポクラテ、それで。这么你突然间要找这个飞龙巧了花了？あれが咲かせる花は、让看到的人心灵感到平静。喂，你觉得你担心他，我找他来，你们谈就好了。怎么找花？找什么花？还要打怪？哎呀！
一回来找这个人。ジョシュア様、そして閣下。弟弟ご足労いただきありがとうございます。早速だけど、シリル。父上の遺言書。はい。こちらに。我以为要回去打什么回之类的。直接就给我了。閣下、どうかご確認を。什么？近来的局势，我们不可能避免和这个铁王国一战。如今这个什么无法在我这一代完成吧。身为现任大公及父亲，我希望至少能够回馈给你们，成为你们两人的助力。父上、遺言書の真偽を確かめるため、改めさせていただきました。構わない。どうやら。この計画とは何だ？エルウィン様は、国政の変革に尽力しておられたと、その最たるものが、過重労働の軽減、石化症状の治療、いずれも、黒の一帯が広がる中で。だけど、それをなすには、ベアラーへの意識から変えなければならない。確かに、一代ではやりきれないほどの計画だ。お二人にお伝えしたいことというのは、遺産？年末にこの遺産とは、太后派貴族の決命、ジョシュア様が即位された後、エルウィン様の中圧寄進を。だが、ええ。アナベラの指示のもと、そのほとんどが何らかの罪を着せ、ですがもう一つ、それが。父上からの？詳しくは、当時の宝物管理人に聞くとよいでしょう。先代の言う筆より私が引き継いだ任務は。その人はどこに？教団の有する館でお。ありがとう。行ってみよう。你就在这上面了。这里。就是你，老夫人。クライブ様。哦，一看就认得是我们。这么厉害。こんなにも。长得如此英挺。ロザリアの神ゴディサがフェニックスと、こたびは主上太后エルウィン殿下より預かり、ゴディサ卿、父の品をお守りいただく。愚臣にはもう教えてください。父から私たちへの成人の証として、父から子へ送信を。成年の证明。父上、保险套吗？主上はその送信具として二人のです腕輪の中核たるハムの秘跡をあしらう前に、それゆえここに持参したのでも、そうだったのだ。クライブ様、この腕輪をお渡しする前に、不想啊、不想听啊。お二人のせいだからこそ、この腕輪が不完全できることなら、ハマの秘跡を手に入れ、この主上の思いを先ほど。あ。わかりました。で、試試看。OK。我知道、我知道。去找那个位。哦，在这旁边罢了。不是很远，不是很远。Go go go。来了。哦。哎，你是有看过了呀？对，他不会自动下来的吗？可以呀。就打一次，你跑不了了。腕輪の細工が完成了。浜の秘跡は十分坚硬。我心里有鬼。そして一人一個、奇跡のそばにほら、ロズフィールド太后家に生まれたる者、その時自分を見失わぬよう、僕たち兄弟フェニックスとその、ええ、それこそが、これが同時に、あり、中古であちこの腕、18年前、18年前、私は宝物庫の品々が、しかしその茶混乱の中城を抜け出す時に、主上からお預かりした品だけはと、そんなことが、流れ着いた地で不完全な腕輪に主上の無念を見た、そんな折私の前に、そして父とロザリアの民に代わり感謝を、はあ、今全てが分かりました。私、ジョシュア様、そしてカッエルイン様のご遺産を、シリルのおかげさ、ロザリアのホーククライダン街、そこに
腕輪のご報告。そうだね、兄さん。これか。ああ最後の戦いに入れるな。OK。三下面。以为是那打那些什么挑战呢？因为是他的爸爸的墓碑来的。父上は志のために戦っていた。そのことを知ったのはフェニックスゲートでの事件の後。ただ守ってもらうばかりで、僕は何も知らず何もできなかった。どんな運命にも嘆くことなく、意志を持って常に戦い続ける。父上は憧れであり誇りだ。そして俺もそうありたいと思っている。僕もそうありたい。だから最後まで戦い抜く。この身に持てる力の全てで。ありがとう。ああ俺たちは戦い続ける。運命にも神にも抗い、人の世界を切り開くまで。この兜をお借りします、父上。近くで見守ってください。僕たちの決意が揺るがないように。うん。干嘛？哦，可以啊，这个直线，哎呦！行ってきます。哦，尴尬了，走吧走吧。神仙，干嘛？今までお声掛けすらできずに、お許しくださるだろうか。大丈夫さ。ご無沙汰しておりました先生。これまで不義理を働いたことをどうかお許しください。本日は未熟な私を一時でも導いてくださったことにお礼を申し上げたくて参りました。遅ればせながら先生に心よりの感謝。どうぞお顔を上げてください。そのような姿、あなたには不似合いだ。生きて言葉を交わせた、それだけで十分です。殿下、お見せしたいものがあります。ん？这是他爸爸一直给他那个花。それは飛龙草。哦，这是，忘记了，抱歉啊。だが、珍しい色だ。これは野生の飛龍草。爸爸一直给他那个草鱼是这个吧。飛龍草は厳しい環境に置かれた時、稀有な色の花を咲かせます。
その根に猛毒を持つとは思えぬほど美しい花を咲き誇らせるのです。殿下、あなたはこの花と同じ、これまでの全てが今のあなたを咲かせている。誰が責めさいなもうと、どうぞあなただけはご自身を誇られますよう。再会の記念に殿下にお渡しできればと。ハルポクラテス先生、ぶしつけなお願いをしても。你是要亲他吗？この花をしばらくお守りいただけませんか？すべて終えた時には必ず。お待ちしております、殿下。命の続く限り、いつまでも。生きた証を残したいなど、少し感傷が過ぎたか。恩師に引き合わせてくれた礼だ。取っておいてくれ。恩に着るよ。终于拿到一个，哇，可以捡 CD 的 team， 厉害！这个时候我们看一下这个墙啊，看，哦，什么木剑啊，是古的，一堆果实香炉学帽者，就是如果你全部支线破完的时候，你 screenshot 这一面墙啊，哇，满满的，有点成就感这样子的。要用巴哈姆特飞过去了吗？よし、できた。嗯？嘿？真的是我给我猜到，真的是要做一个东西让它船可以飞起来。问题是只是这个模型飞不。やっぱ飛ばない。何？飛ばす気だったのか。ミスリル機関の応用さ。ん？推進翼の見直しか。なかなか設計通りってわけにはいかないね。飛空艇を作るのが夢でさ。ミスリル機関はその夢の鍵なんだよ。でもそれと同時に災いの鍵でもある。これが公になれば必ず戦に使われちまう。そうなれば戦で親を亡くす子がたくさん生まれるんだ。私みたいに。ミド、だからずっと迷ってる。戦いが終わった時、ミスリル機関を残すかどうか。そうだな。エンタープライズはすごい速さで海上を滑るように走るだろう。それが空を飛んでみろ。ほら、想像するだけで胸が高鳴る。父さんは私に教えてくれた。夢がなきゃ人は生きていけないって。不是没有跟咸鱼一样吗？そうだね。悪いことばかりじゃないか。きっとそうだよ。ミスリル機関は誰かの夢になって、鼓励他不要放弃梦想。幸せを運ぶかもしれない。
決めた。全部終わったらミスリル機関をゼメキスの大穴に沈めることにする。やっぱり災いの鍵は残しておいちゃいけないものだから。ミド、それでいいのか？ああ、もちろん。だってこの世界にあっていいのは夢の鍵だけ。ねえクライブ、宝探しは好きかい？ああ、ジョシアと子供の頃よくやったが。私、宝の地図を残すよ。お人よしにしか解けないような謎をかけて。自由乱好。あんたみたいなやつならきっとミスリル機関を夢のためだけに使ってくれるだろう。こんなワクワクは久しぶりだ。謎解きに苦しむやつらを眺めるためにも早く神様ぶっ飛ばさないと。そうだろクライブ。任せろ。模型，拿了一个飞船的模型。他整艘这个模型都给我了吗？ここしばらく。就一息つかせてやれればいい。他不去哪里啊？所以他好了，在房间呢。すぐにはぐらかしちゃうだから。多少ご何か息抜き。そういえば子供の頃ジルを元気づけよう、あの時は彼女に綺麗な花を見せたくて。マヌ父上の領内視察に初めてみんなで雪月花を見に行ったんだね。找这个花吧，感觉是。うん。今のロザリアの。なら我去看一下。诶，我说刚才要爸爸留着的这个啊，创建者之物。Do you？ 啊，这一个的。防御力没有这样低，可是血量加好多、哦。这是刚才那个爸爸留下遗物的。草，这里一堆怪，哦，这么多，干嘛还有啊？トルガ、どうした？就是这些啊。見ろ。やっとジルに見せてあげられる。そうだな。回去基地。直接自動帮我传回来、这么好。さてと、今日は嵐、今度こそ。干嘛？他自己先走了。会玩，会做人呢。就是在他的房间呢，每天站在这里，嘿嘿，站在这个后面。ジル、ちょっといいか？構わないけど。たまには俺らしくないことを案内するよ。ついてきてくれ。果然不是木材料啊。雪月花がこんなに。見せたいものってこれだったのね。クライブ、ありがとう。近頃気を張っていただろう。息抜きにでもなればと思ってな。ジョシアも気にしていた。ジル、マヌエの丘のことを覚え、ええ、もあの頃いつも泣いていた私を見てクライブが言ってくれたの。嵐に会って花は見られなかったけど。泣いてる君に気ばかり焦ってたよ。雪月花が咲くところを見て、私がロザリアにやってきてからも北部が揉めているって噂、最高派につくか貴族派につくか、私をどちらに嫁がせ、自分がいさかいの原因だってことくらい、それ以上に私自身のことはだ。ジル、でもあの日あなたが来てくれた。それだけで私は十分すぎるほど救われ、それに아노네크라이브아노히노오모이데니와続きがあるのよ。続き？どんな？
次の日の朝、嵐の夜を越えて花が咲いた。まっすぐ上にお日様に向かって、その時分かったの。私が下を向かずにいられるのはあなたがそばにいるからだって。私はあなたのことが好きなんだって、クライブ。いつもそばにいてくれてありがとう。全て片付いたら何がしたい、ジル？旅をしましょう。マリスゼアの外に出て、広い世界で自分にできることを一つ一つ確かめていく。そんな生き方を私はしてみたい。ああ、きっとできるさ。そのために俺たちは戦うんだ。お、还有钢琴。私にできることなんてこんなものだけど。这个直线没有破，就真的是。俺には真似できないよ。少了很多细节。よかった、本当に大好きよ、クライブ。私の宝物。最终欢喜呀。哎呦，我真的是好烦呐、啊！最终幻想。名残惜しいけど、そろそろ。そうだな。俺たちには。ええ。这一代的修法也，你有出场几次？一开始的时候跟泰坦打一下，之后打 boss 的时候稍微变出来一下子吧。好了，那以上应该就是目前的支线里面比较有内容的了，其他的应该没什么重要了，因为其他人物可能是帮帮他们做些什么事情，做些什么事情，就主要我们这几个比较重要人物的支线我可能破了，哈哈哈哈哈哈！你们觉得如何呢？蛮不错的，有破好过没有破了，人家交代蛮多的事情，交代了父亲啊，交代的那些。什么叔父的那些什么身后事不啦，哈哈，那些国家的事情啊， Jill 最重要的是 Jill 的剧情啊，还有他弟弟，